上運動食ウタニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーマートライザップコラボのサラダチキンバーと生姜入り国産鶏サラダチキンお母さん食堂を食べたいと思います。どちらのチキンの方が美味しいのかな。コラボの方がちょっと重量感あるんですよね。でもこっちの方が味がついてて美味しそうな気もする。まずはお母さん食堂の方から食べていきたいと思います。はい、中身は、はい、こんな風になってます。生姜の香りもうしてきましたね。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、続きましてはライザップ監修。こちらはどうなんでしょうね。特に香りとかはないですよ。ではいただきます。生姜の香りで結構ピリピリしていて、それでちょっと好みが分かれそうな感じでしたね。まあ自分は生姜の味が得意なので美味しくはいただきました。でライザップのサラダチキンバーの方はお母さん食堂と比べるとちょっと厚みと食べ応えがあって、中からレモンの爽やかな果汁が広がってすっきりさっぱりとなってました。タンパク質もこちらの方が多いですし、さっぱりいただきたい方、タンパク質取りたい方はこちらの方がいいかもしれません。なので今回は生姜入りサラダチキンのこちらライザップバーをこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終了。お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。